ショコショコショリンコ。皆さんこんばんは。うわ、テカってる顔が。元男の子の青木かのんです。今朝帰りをしてきてちょっとぼーっとしてるんですけども、久しぶりに私のルームツアーをやりたいと思います。どういうことかというと、私が住んでいるお部屋を紹介するってことです。眠っ。まあ、これが現実の女子の部屋だよっていうね。そんなおしゃれにお香を焚いて、フレグランスの香りとか、そんなんじゃない。もうあらな、嘘だからあれ。じゃあ行きます。レッツラゴー。いつも私が向いている正面にある景色でございます。どうですか、これですよ。もうね、干物女子の典型的、こういうね、飲んだ後の飲み物がね、そのまま放置されてるって。今生き残ってるのような、これ。これちょっと入ってて。で、さっき買ったピルクル。美味しいから。で、これ、視聴者さんにいただいた、蒸気で合いますか？これ寝る前に最近やってます。これが、私がスマホに使っている、なんだろう、ワイヤレスイヤホンって言うんですか？サムスンの。高校の時に友達にもらった、韓国のパックみたいですよ。いつか使います。皆さんって貯金してます？私は貯金始めました、最近。あ、じゃあ、やってますよ。違う。小銭貯金を始めたんですよ。財布の中から少しずつ1日100円とか、まあ、10円玉とかを入れていくシステムです。これなんですけど。じゃーん。どうですか？いくら貯まってんだろう？億万長者になれちゃうんじゃないの？こんな感じです。これ汚れじゃないですからね。三脚のやつがガチンガチン当たってたらなんか剥がれて、まあそういう感じです。あ。こういうことです。これか。これ頭にグイングインやって気持ちよくなっちゃうやつです。なんかおかしいな、それは。とね、これちょっと見せましょう。私がいつも使っている撮影用の照明でございます。直接自分に向けてないんですけど、こっちの壁、障子に反射させて、で、なんかその柔らかい光を自分に当てるっていうスタイルをとってます。あとは、100均で買った毛抜き、使ってないですね。なんか私、眉毛 T 字でやっちゃってるんで、昔から友達に、何？青木はまだ T 字でやってんの？みたいなこと言われちゃうんですけど、もうめんどくさくて私は T 字でやってます。もうこのね、一本一本毛を抜く作業、私はね、めんどくさくて無理。もともとこれ、撮影用セットなんですけどね。ただ、もう物が増えすぎて、いいかなって感じですね。もうね、私は、女性 YouTuber の鏡だと思うんだよね。人にね、見せたくないものをあえて見せていくスタイルです。撮影が終わったら、ここに、カメラのバッテリーをね、ガチャンって差し込んでやったりとか。ぐねんぐねんに、ショートの元だって言われてるから、そろそろ変えないとやばいなと思ってます。これはパソコンの、やつです。そして iPad とコロコロのストックです。これ懐かしいですよね、この背景。ちょっと今光が当たりすぎてね、なんか不気味に見えてるんですけど、これ実際私テカってないですかね、こんなに。そう、これもそうなんですよ。ほら、光をあっちに当てて跳ね返してるみたいな。自分に直接当てるのはそうだな、厳しい。ちょっとね、今、引っ越しのために、いろいろ箱をね、まとめて、ここに置いてます。視聴者さんにいただいたものとかもね、こうやって無造作に置かれてると思うんですけど、一応ね、私は気持ちを込めて置いてるんですよ。だから、大切に青木は物は使わないとか、そういうのはやめてくださいね。もうこれとか視聴者さんに、いただきました。ストップひばりくんのね、え。いいねー。これ撮影機材です。全部。違いますからね、これ。私がプライベートで楽しむために買ったカメラとか、そういうのじゃないですかね。仕事道具ですよ、一応。だからね、YouTuber のこういった仕事やってると、機材とかいろいろ買い替えたりはするんですよ。で、使わなくなった機材は、まあ、本来であれば買い取りとかに出した方がいいなと思うんですけども、そういうマイクとか、そういう類なものは、全然高く売れないんで、もう家にどんどん増えていくんですよね。いいマイクなんですよ。11,300円ぐらいしました。なんか薬とかケーブル類とかなんか、いろいろごちゃごちゃに入れられてますね。これ見せるもんではありません。そう、私は YouTuber の鏡だってさっき言ってたんですけども、なんか本当に見せられないものもあるんだろうなーって思いながらやってたら、ちょっとね、躊躇しちゃうようになりますね。怖い怖い。そして、これね、意外と動画で私見せてないんですよ。これ私は小学生の時に集めていたガッシュベルのカードなんです。で、未だに大切に持ってて、ほら、なんか可愛いでしょ？これテントウムシとか。懐かしいですよ。ガッシュベルってね、すごい友情のアニメとか、まあそういうのでね、いろいろ評価を得たものなんです。うん、キラキラいっぱいある。
これ買い取り出したらいくらなんですかね。宝物だから売りませんよ。関係者じゃないと入れないんだからね、これもらえるところに。いいでしょ。エイトさんにいただいたんですよ、誕生日で。あのキットチャンネルのエイトさんです。いただいたのにまだちょっと動画にしないんですよね。あの腹筋エプロンだけはねさせていただいたんですけども、まだあのタイミングをね失って今やってないですね。これ音フェチでいいよって言うから、ただ最近音フェチやってないからな、なんかタイミング見つけてやります。このカンカンも気になるな。あー、これはあの視聴者さんのファンレターだからな。これはもうプライベートに関わるからチラ見せだけにしますよ。ででんでんででん、いっぱい入ってる。片付けが苦手だから、今のうちに出したものを片付けましょうね。ダメだ、眠い。よし、はあ、ダメ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 、これ出ちゃった。プチプチにくるまないと、こんなね安易な考えでねモテる代物じゃないですよ、これは。私がすごいショックなのがこのガンマイク、スマートフォン、あ、違う、ダメだ、もう頭が回んない、やばい。ビデオカメラの上にカシャンって差し込んで、で、使うガンマイクなんです。これね、なんか野球企画とかでボールが直撃してから音がね、全然拾えなくなっちゃったんで、もうこれ今使ってないです。これ、ソニーの純正品なんですよ。これが私が今まで使っていた財布なんですけども、ちょっとね、変わったお金の管理方法を私はしてて、皆さん、まあ ATM とか行かれると思うんですよ。で、私もたまに使うんですけども、基本的に私は ATM に行きたくないんです。なんでかっていうと、手数料取られるから。なんか、100円とか、まあそういう80円とかわかんないけど、もうかかるじゃないですか。それでね、例えば1000円が800円とか、なんかそういうのになるのはすごい嫌なわけ。今月、こんぐらい使うだろうなっていう金額をこの中にね、束にしてまとめておいて、まあ要は動画にかかる経費とかですよね。で、それとあとは領収書とか、まあそれでね、やりくりはしてるんです。これが今月と来月に使うお金です。あとよく皆さんに動画の背景に映ってるなんか白い輪っかみたいな丸いもの何って聞かれるんですけども、これですね、なんて言うんだろう、レフ板って言うんですか。ここに光をこうやって、例えばこれありますよね、光をこうやって当てるんですよ。そしたら部屋が全体が白く反射して明るく見えるんです。まあ、これは便利ですけど最近は使ってないです。使ってない iPhone ケースっていうか、私は iPhone ケースオタクなんで、基本的に iPhone ケースを同じやつを2個買うっていうね、あの変態なんです。これ在庫ですよ、私は抱えてる。これ使ってないですよ。これもそうですよ、なんか自分でね2個買うの恥ずかしいから、なんか1個ラッピングにして、あたかも誰かにプレゼントするかのようにね、ビッグカメラで買ったわけですよ。もう恥ずかしい。マイケルコースっていう iPhone ケースの、あ、もういいや、このサイズだから、こっちは。iPhone 8も持ってないですからね、私。もうどうしよう。持ってない iPhone ケースをこうやって、在庫が抱えてますからね。でもね、最近私はスマホケース収集にはお金あんまり使わなくなってきたんですよ。なんでかっていうと、洋服にお金を今年から使っていきたいなっていう風に、まあちょっとだけ、ファッション心がね、芽生えたんで、それで今は、抑えてます。ただ今までの私の買ったスマホケースはこの中に、まあ選抜組のケースだけを このバッグの中にまとめてるんですけど、ちょそれもお見せしましょう。これ何度か動画で登場はしてるんですけども、こういうことですよね。まあなんかまたの機会に見せます。これはこんな感じです。いかがだったでしょうか。これがリアルな私のお部屋でございます。みんなそんなもんじゃないの？だって、なんだろう、レースのカーテンの中で、なんかお姫様に寝てますみたいな、なんかそういう YouTuber いるけどさ、あんな嘘だから、基本的に。いや、ダメだ。敵は作らない方がいいなって私も最近思ってるんで、ね、他の YouTuber さんはすごい、なんかお姫様のような部屋に住んでると思いますよ。もしこの動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録、評価、お願いします。ツイッター、インスタグラム、そしてサブチャンネルは青木かなの秘密箱は画面の下にありますので、ぜひそちらもチャンネル登録してねー。また次の動画でお会いしましょう。ダメだ、酒明けしてる。
めえ